ティシュラー久美子です。今日は家の中で皆さんと一緒にロープスイングドリルをしていこうと思います。次のドリルはコアドリルです。コアドリルもアスレティックなポスチャーからスタートします。まずは軽くスクワットをして、お腹の筋肉、お尻の筋肉、ももの筋肉とエンゲージしていきます。それでロープをこのように構えてチューンして、ロープを肩に担いでいきます。でこの時になるべくハンドルが肩の近くに あるとやりやすくなります。そしてここからロープを地面の方にスイングして、別の肩の方に担いでいきます。ここからまたスイングして、別の肩に担いでいきます。スイングダウン、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 フィッシュ。このようにやっていきます。なるべく下半身は静かなままで、コアにフォーカスしてスイングしていきます。それでこの時にあまり手が顔に近くてもロープに打たれてしまいます。あとはあまり手が伸びきってしまう、この場合もロープに打たれてしまうので、それも気をつけてください。でこの辺のコアとエンゲージをして、ちょっと体は最初は動いてしまうかもしれませんが、できるだけ下半身は静かなままで、で上半身のこのコアの動きにフォーカスしてスイングしていきます。ゆっくりスイングしてもコアをうまく使っているといい運動になりますので、それを確認してください。それではもう一回いきます。まずはアスレティックなポスチャーでスタートして、チューンして、スイングダウン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 、フィニッシュ。それではもう一回いきます。今度は1、2、3、4回スイングしたらフィニッシュにしていきたいと思います。それではアスレティックなポスチャーでスタートして、チューンして、スイングダウン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 、フィニッシュ。はい、だんだん息が上がってきた頃と思います。それではもう一回だけやって終わりにしたいと思います。まずはアスレティックなポスチャーでスタートします。その後ロープを肩に乗せて、スイングダウン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 、フィニッシュ。はい、それではお疲れ様でした。また明日もよろしくお願いします。